てもらえませんか？スポーツマンタイプです、おしゃれさんタイプです、エッジタイプです、おしゃっこガリベンタイプ、スポーツマンタイプです。本当によろしいのですか？なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。おはよう。別に好きで話してるわけじゃないわ、ただちょっと用事があっただけ。昨日妹がマヤが帰ってきたわ。お兄、背が伸びたね。伸びたのに。さあもういいでしょマヤ、行きましょう。ただいま、ほうに。あー、むむむ、どうやらこのお方、幼馴染の姉妹と疎遠になってしまわれているご様子。先輩、あなたに天使の祝福がありますように。具体的には、明日の朝あたりに。ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題、今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と。まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中、先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複が起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。
って、もう槍を構えてる？銃、いや、よし、いっけーって、あ、チャージスイッチが入れっぱなし！そうですね、はあ、よかった、目が覚めたんですね。ボダイ君、あなたのことが大好きです。私と付き合ってください。ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。フォーダー先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。フォーダー彼女たちはフォーダー様の体に目を凝らしてみて。ゼロノーショットです。さ一緒に。
それは私が説明いたします。やはり私、今のあなた、高台様は眼力が強化され、普段見えないものが見えるようになっているのです。私はエコラ、人間に愛を吐く。モテすぎ？先輩はやればできる。あの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげた。その後の補修でまたやらかしちゃうから、未だにあんな罰を。まったく、先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は、私の担当は高台様です。あ、悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力なチャージショットを打ち、通常一度のモテクに使う矢は1。あ、はい、今の高台様は人生、今日の太陽が明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛。なんと薄い反応ですか。これが草食系というものなのでしょうか。もっと危機感を持ってください。違います。エリート天使である私に失敗、悪魔、そう、全ては悪魔のせいなんです。人間にしては物分かり。では早速、私今は、それは確かに脈はなさそうですね。ダメだったと、それで諦めたと。まったく、なんという、しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードを試しておきましょう。高台様を助けてくれる神聖なる妙義です。おっと、ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試しに、しドキドキモードです。
くするにゃ。おにゃ